皆さんこんにちは、流星です。今日はキャプテンアメリカの買ってきました。確かファルコンっていうのがキャプテンアメリカになった、シリーズの第1回目のコミックです。まあちょろっと見ていきましょう。内容はまだ読んでないんで知らないんですけど、 あともう一個もファルコンがこう、おお、すごいですね。あの日本のとは違ってさ、あのカラーで、しかも すごいダイナミック。あのなんかアメリカのこういうコミックって日本の漫画と違って、一コマ一コマが映画のワンシーンみたいな、まあなんか漫画には向いてない、あのちょっと硬い動きに見えるんですけど、その一つ一つがかっこいいんですよね。でもこうこんな感じで、続くで、もう一つがキャプテンアメリカの第2巻。もうね、あんまりマーベルとかのキャラクターには詳しくないんですけど、映画のアベンジャーズが好きなんで、こういうちょっと実写チックなやつはかなり好きですね。でこのキャプテンアメリカ黒人バージョンもすごいかっこいいし、で今日最後にもう一冊買ってみたのがこれです。シールド第1巻目。アメリカではあのシールドのドラマがあったんですよ。でまあちょっと気になったんでこれを買ってみました。でネルソンだったかな、コルソンだったか、あ、コルソン、コルソンが主人公の作品ですね。シールド、アベンジャーズとか、あのシリーズを見てる人は映画とか大体わかるんじゃないかな。でこれももちろん続くっていうここです。 To be continued という感じでした。今日はこの3冊を買いました。計、何ドルだったかな、12ドル55セントでした。まあ、つまり1冊大体が4ドル50ぐらいかな。まあ暗算得意じゃないんで適当なんですけど、絵もかっこいいし、あのこういうのが気になった方は Amazon でぜひ買ってみてください。では皆さん、流星橋田でした。